この神仙の玉児、最も優れたロウ君に贈ろう。愛する者と共に三つの城を越えてみせる。行きますよ。あれが何なのかはよくわかりませんが、主人様が一番だって証明しなくちゃ。さて、まずはその力軽く試すとしよう。孫策、ここは共に蹴散らすのが上策だろう。おう、いいぜ。一緒にぶっ飛ばすか。ダメ、玉璽は譲んないよ。私だって負けないからね、消去。妖精の力を乗り越えてみせる。孫策様の部に勝る人なんていません。夫婦ならば離れずに進むべきではないかね。試練を受けたくば夫婦ともに入城したまえ。来たかね。ならばさらなる試練を与えよう。キャレ、試練上等だぜ。同時に入場とは。ならばさらなる試練を。なるほど強い。次なる試練へ進みたまえ。さすがです、孫策様。試練突破ですね。ちょっと待って、お姉ちゃん。今勝てたのは孫策様のおかげだよ。やめろって大凶。小凶と喧嘩してどうなるってんだ。君もだ小凶、子供じみた真似はよすんだ。子供じゃないもん。周遊様は黙ってて。私の周遊様が一番だってことみんなに分からせなきゃ。まだ言う。ごめんなさい孫策様、これだけは譲れません。孫策様が最高の男性です。勝負よ小凶。本気ですからね。シュウ様、私張り切っちゃうよ。
夫婦手を取り合うこともできぬか。哀れな。一人来ても取ろうとまだわからぬかね。今度の試練多少歯ごたえがあるだろう。どうして孫作さんに出ますよ。そいつらは幻影だ。吹っ飛ばしろ。何としても孔明様に。いざ勝負。行きますよ。行きますよ。やりますね。ならば私たちも行きますよ。行きますよ。の腕前、ここは引きましょう。行きますよ。さすが修也様、強い、かっこいい。玉璽は私たちのもの。ほどきなさい。思い上がる。私の全力を味わってちれ。こちらもやるようです。一度引きます。引きますよ。
ほう、今日疲れても同人かね。孔明様のため最後試練に挑みます。真の残酷武将だ。力と栄光のため今一度参ります。ああ我が君の分惚れ惚れしますわ。ここまでたどり着けたかね。強き夫婦よ、では小生自らそなたらを見極めよ。無事を授けよう。よかった、孫作様が一番です。無
無茶しやがって。ありがとうよ大凶。孫作様、また私無茶してしまいました。ごめんなさい。でもどうしてもこの玉璽が欲しかったんです。だって最も優れた男の人って孫作様のことですよね。だから負けられなかったんです。私の気持ち分かってくださいね。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際二国に及び幼年神童と称された人物のようじゃ。